ストライクショット。こんにちは、エクストラクトの人パナエとベビーカキです。はい、ということで今日はこちら、じゃーん、映画ドラえもんコラボブリザーが使ってみた、イエイ。こちらですね、あれですね、はい、映画ドラえもんのび太の南極カチコチ大冒険の公開を記念して、はい、期間限定でコラボしていると、はい、いうことですね。この映画の方は3月4日ですね、にもう始まっていると始まっているなっております。はい、でブリザーが来るのは降臨ですね、3月7日ですね。はい、はい、ということで早速使っていきますか。使っていきましょう。はい、はい、はい、ということで、うん、じゃーん、アンチワープ、はい、ゲージで獣キラー M、 おー、獣キラー M、 友情コンボは十字レーザー L、 おー、なるほど、いきます。お願いします。まずはみんなに当たりながら、結構早い、結構早いですね、うん、確かに。はい、それでは友情コンボ当てたいと思います。十字レーザーちょうど2点に行くので、おー、入ってますね、入ってますね、いいダメ、2枚いい、結構当たりやすいね、ここ雑魚多いから、うん、そうですね、雑魚、うん、多いところだとレーザーバリアがない限り全然いいですね。おい、どうでも、よいしょ、おお、12万、弱点に入るとかにあるやつね、うんうんうん、さあアンチワープで、はい、中に入っていく、よいしょ、素晴らしい。さあ、はい、SS 行きたいと思います。お願いします。クレタ的に氷結メテオ、うん、氷結メテオで追い打ち、ということでいっぱい当たりたいですね。当たりたいけどボスには絶対当たりたい。お願いします。よいしょ、ダーン、素晴らしい。全体的に45万ぐらいかな、ダメージ入ってました、はい、って感じですね。ですね、まあメテオはね、雑魚を一掃できるというか、うん、全体的にダメージが与えれるので、うん、いいですね、かなりいいですね、使いやすい、うん、SS となっております。ありがとうございます。ではステータスいきましょう。いきましょう。はい、ということでステータスはこちらになります。はい、で今回いたのは光源氏、光源氏にアンチョアップね、うん、で光ですね。そうですね、うん、闇属性なので、はい、うんうんうん、で他行けそうなクエストは、はい、そうですね、光だと、うん、そうですね、ワープで光だとゴーストはいけるかな、うんうんうん、確かに、はい、メテオとかも良さそうですね。そうですね、 V とか V がいっぱいあるので、うんうんうん、あと同じく光のワープだとテュポーンとかもいけるかなと思います。はい、はい、今回獣キラー M が光源氏いなかったので、うん、そうですね、ちょっとそれ見せますか。あ、そうですね、うん、確かに。じゃあそれとアンチョアップがいけそうな、はい、フィグゼルに、はい、ちょっと連れていきたいと思います。はい、うわー、キラー強い一掃しましたね、強い獣たちを一掃、さすが、さすがですね、 M ですからね、ね、さあ、はい、キラー見てください、弱点も、うおー、キラーが出ると素晴らしいダメージ、ね、いいですね、これはこれでまた活躍しますね。そうですね、さあストライクショットいきたいと思います。お願いします。こんな感じかな、上がっていく、いいですね、たくさんの獣に、いいですね、強い、かなりいいダメージね、もうそのままもうカンって当たった時に本当に強いんだな、自力が強いね、やっぱキャノキラー M の力がここまでですね、はい、はい、となっております。はい、はい、ということでね、はい、フィグゼル、うん、強かったですね、いいですね、うん、かなりケモノキラーが刺さるので、はい、よかったと思います。でポイントはこちら、はい、アンチはポケモノキラー M で闇だとかなり希少な存在になっております、うんうん、なるほど、うん、なのでね、今後、はい、活躍する可能性が、そうですね、あるかな、あとは獣神竜とかね、うん、ところでも獣が出てくるので、はい、かなりいいんじゃないかなと思います。そうですね、あと闇なんで、うん、フィグゼルとかに、そうですね、いけちゃうような、確かに、はい、反則性じゃないですね、はい、なっております。はい、はい、ということで以上、以上、じゃん、映画ドラえもんコラボブリザーが使ってみたでした。はい、はい、こんなね、ジュジュジュみたいに
震えないで。はい、ぜひ皆さんプレイしてみてください。はい、ではバイバイ。バイバイ。